クミコスマホケース、世界で唯一の製品を開発します。クミコは釘を使わず細い木材を組み合わせて幾何学模様を作り出す日本の伝統技法。しかし実際のところ、クミコは日常でほとんど見ることがなく、どれも高額なものばかりです。ならば自分で作ってしまおうと考えました。それも最も身近なスマートフォンに。しかしそこには多くの課題が。レンズカバーはスマートフォンからせり出すレンズを保護するため背面より飛び出ていますが、この形状のまま設計をすると 3D プリンターでは正しくプリントができません。レンズカバーの分背面が宙に浮き、サポート材の上に組子を描くことになりますが、精度が悪いのとサポート材で表面が汚くなるからです。そこでレンズカバーを切り離し、後で合体させることでケース背面をきれいにプリントアウトすることが可能になりました。クリアランス。ケースは正確なサイズにして初めて機能します。しかし自分で所有する iPhone 15 Pro Max 以外をどう設計するのか。そこで Apple Accessories Guideline というサイトから正確なスマホ形状を入手します。これで全ての機種のサイズと仕様を把握することができます。しかし正確なサイズのケースは装着できませんでした。10回以上の試行錯誤の結果、スマホとケースの交差を 0.25mm、 充電プラグの上の部分を切り離す。これで柔軟性が増し、このケースを装着可能になることが分かりました。見た目の最適化。あとはプリントして量産するだけなんですが、プリントの精度がかなり悪く、デザインを書くのを失敗したり、積層ミスが目立ちます。これではまだ製品レベルとは呼べません。0.1mm と 0.2mm で比較すると、そのどちらもそれぞれ同じ箇所、同じミスをします。この積層ピッチの間に最適な積層幅があるか調査を続けていくと、0.12mm から 0.15mm が最もミスがなく、さらに積層孔も目立たないことが分かりました。これで量産の準備が整いました。使用するフィラメントはバンブーラボ PLA ウッド、木の粒子を含んだ特殊な素材で、マットな質感と触り心地のいい表面の仕上がりが特徴です。ホワイトオーク、クラシックバーチ、ブラックウォールナットの3色を採用しました。一つ一つ正確に精密に設計されたクミコのスマホケースは、本物の木が含まれたフィラメントで製造されつつ、本物のクミコでは不可能なスマホ背面にデザインを施しながら、排熱にも適した機能性も持ち合わせています。厚みは約1ミリと超薄型ですが、角は少し厚みを足して補強されています。すべての角を面取りしたことでボタンも押しやすく、持った時にケースの厚みを感じづらいスマートな設計です。こうして世界で唯一のクミコスマホケースが完成しました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは現在上智大学3年生の私が 3D プリンターを使って製品開発をしています。今後も製品開発プロセスにおける課題解決や制作裏側を投稿していきますので、もし興味を持っていただいた方はチャンネル登録をお願いします。 Instagram ではこのチャンネルより先に最新情報を入手できるので、ぜひフォローをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。